はい、どうも皆さん、バンオハニチャイスゲです。ということで今回もブループルところやっていきたいと思います。ということで今回やっていくのはこちら。はい、今回ミッションのラッシュバトルをやっていきたいと思います。はい、敵がいっぱい出てくるんでそれを倒していくってやつなんですが、はい、まあ今回もねソロでやろうと思ったんですけど無理だったね。はい、まあ無理だね。敵のね結構ホーミング性能が高すぎて、みんな一斉に攻撃してくれるならいいんですけど、一体ずつ来ると避けれないっていうかスタミナが足りなくて、もうめちゃくちゃ当たっちゃうんですよね。うん、まあ 100% 無理ではないんですけど、はい、ちょっと急ぎには厳しいので、また今回もねマッチング申請でやっていきたいと思います。まずキャラクターチェック。ということで、スペルキャスターで、まあ、ロッドはね、電気のロッドに変えております。で、見てほしいのがね、このタクティカルスキルの組み合わせなんですけど、アイシクル、ブリザード G1、フォローバレット、コンセントレート G1。はい、この組み合わせめちゃくちゃいいです。はい。このブリザードの方を電気のなんていうかな、オートでバチバチ近づくとね、バチバチと攻撃してくれる、やつでもいいんですけど、まあ、このブリザードの方がね、ちょっと距離の離れたところから常時ダメージを与えることができる、まあ氷ダメージを付与するエリアを作るんで、はい、まあ、そこから動かれたらダメージ食らわないんですが、はい、まあ、入ってる間はダメージ食らうんで、まあ、この全自動ダメージよだめ取りスキルの構成ですね。はい、ちょっと今適当に決めたんですけど、まあ、基本はこのアイシクル G1 で打ちまくって、ダメージを取っていくって感じですね。はい、でレベル12を超えますと、はい、普通攻撃の時S かな、 WASD かでキャラクター動かしてると思いますが、キーマウの人はね、はい、下ボタンを入力しながら攻撃してると3段目にね EP 継続回復章がねつきますんで、これとこのコンセントレートを一緒に使うとものすごくね EP 回復します。はい、まあ、コンセントレートが解除されたら、まあ、この章だけになってあんまりなんですが、まあ、ただ普通にね攻撃してるだけでも EP が溜まりますんで、これめっちゃいいんでね、意識して使っていけるといいかなと思います。はい、まあ、あとはそんな感じですね。まあ、とりあえず、知力と精神力を上げるような組み合わせです。バトルイマジンも、エンハンスイマジンも。はい、まあ、とりあえず、エンハンスイマジンは今、少ないんで、これだけしかつけてないんですが、はい、ということでやっていきましょう。さあ、ということで、このメンバーでね、やっていきます。V 押すとね、こうやってお辞儀とかね、ショートカットでできるんで、なんか編集とかできるのかな。あ、できるね。あ、始まる。さあ、ということでやっていきましょう。まずは、はい、やって自動やって、でここに、はい、アイシクルゾーン、氷のゾーンを作ってそこに打ちまくる。はい、 EP をご覧ください。マジで全然減らないんで、まあ今もう切れちゃったかな。自動回復中がつくとだいぶ減りませんので、でこいつら目ん玉とかね、ああいう、あ、こいつがねめちゃくちゃ追尾性能高いんですよね。一気に倒しちゃいます。はいはいはい、足元も凍らせて EP 回復使って、はい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 、さあこういう感じですね。ボワボワボワで、デカボは来るんで足止めて、はいはいはい、 EP が足りません。はい、なんかね、何個か足元のやつ打つと、あれなんて言うんだろうね、ダメージが分散するっぽいんだよね。
よくわかんないんですけど。さあちょっと他の雑魚たちを相手しましょう。TP 回復、まあ、ここはちょっと余裕があるんでしっかり回復していきましょう。はい、貯めて、はい、これね食らわせるとなんだろう、足がね遅くなりますんで、どんどん使っていくといいかなと思います。はいはい、ハゲされてますが関係ありません。動き止めて、はいはいはい、一旦スタンさせてる間に足元凍らせて、はいはいはい、くらえドーン、かっこいいね。さあ無限使って、はいはい、あと雑魚だね、もう打ちまくり、はいはいはい、足場凍らせて、はいはいはい、終わりよーし。ってことでこういう戦いができるとだいぶ味方さんも楽かなと思います。敵の足を止めるわけじゃないんですけど、遅くすることによってね、はい、敵の歩幅を遅らせて、でまあそっからこっちは攻撃しまくるって感じですね。ってことでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。